マクドノーはアメリカ海軍の駆逐艦、クレムソン級駆逐艦の一隻。艦名はトーマス・マクドノー大将にちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。マクドノーは1920年5月24日にカリフォルニア州サンフランシスコのベスレヘム造船で寄港する。1920年12月15日にチャールズ・ W ・ W ー・ダブ・ニープ人によって浸水し、 1921年4月30日に艦長 h j 0隊員の指揮下収益する。収益後はサンディエゴを拠点とし、マクドノーは西海岸で作戦活動に従事した。定期的に戦闘艦隊と共に中央アメリカの太平洋岸、ハワイ諸島及びカリブ海を巡航、艦隊演習を行い、通常任務の間にしばしば特別任務を命じられた。 その特別任務の中には1925年6月20日から9月26日にかけて艦隊と共に行われたサモア、オーストラリア、ニュージーランドへの親善訪問も含まれた。1929年3月22日、マクドノーはパナマ運河地帯のバルボアで行われた艦隊演習からサンディエゴへ帰還し、その後はカリフォルニア州南方での作戦活動に従事した。 マクドノーは1930年1月8日にサンディエゴで退役し、12月20日にスクラップとして売却された。ありがとうございます。